Z18 ハンスリューデマンは、ドイツ海軍の駆逐艦。1936型。1936年9月9日寄港。1937年12月1日浸水。1938年10月8日収益。第二次世界大戦開戦後、イギリス沿岸への機雷敷設などに従事した。1940年4月。 ノルウェー侵攻作戦に参加、ナルビクの攻略に向かう。その途中の4月8日、イギリスの駆逐艦、グロー・ウォームと遭遇し、攻撃を受けた。4月10日、イギリスの駆逐艦がナルビク港に奇襲攻撃をかけ、第一次、ナルビク海戦が発生した。この時、ハンス・リューデマンはナルビク港内でタンカーから給油を受けていた。 駆逐艦、ビルヘルム・ハイドカンプとアントン・シュミットに魚雷が命中して沈没、ハンス・リューデマンも駆逐艦、ハボックから命中弾を受けて砲塔一つが破壊された。4月13日、イギリス軍による攻撃が再び行われ、再び戦闘が行われた。この第二次、なるべく海戦で残るドイツ軍の駆逐艦8隻、すべてが失われた。ハンス・リューデマンは、最後は、 ロンバックスフィヨルドで陸に乗り上げて放棄され、イギリスの駆逐艦、ヒーローの魚雷で破壊された。ありがとうございます。